ね、他愛もないことをするわけなんで。そうだよね、餃子とか。餃子とかやらない？やんないか。やんない？シューマイとかやらない？何ですか？何ですか？もうちょっと。え、餃子とかさ、シューマイとかやらない？餃子ってこうじゃん。確か。シューマイってさ、こう。縦にやらない？やんない？じゃあやってみる。シューマイ。やんないか。そんなことはしません。しない。しない。しない。さっきさ、耳かきちゃんとやんなかったじゃん。弁護でやる。普通にやる。こっちでやる。怖い。置いといて。いつも髪下ろしてるの？あんまりアップにすることはないの。こうやって。やってほしい。するの？いやいやいや、そうじゃない。いつも下ろしてる方が多い。ここにかける方が多い。右はかけてない。下ろしてる、いつも。いつも下ろしてる。あ、いつもどうしてたっけ？来た時どうだったっけ？来た時は…あ、そうか。耳が大きい人って、なんかほら、福耳だって。これって福耳って福耳？あ、耳たぶんでかいってなんか。なんか、そこが、うん…大きいとだ、ダメそう。なんか…うん。変だ。変。あ、でも、大きいんじゃない？でも、面積的に大きいじゃん。こっちって、うん、そう思う。何なんでしょうか。もう、ね、あ、そうか、夏日焼けして。日焼けするの？日焼けします。日焼けするの？え、なんて日焼けして、ちょ、横見てみ。日焼けして冬はここが寒くなるよ。耳当てとかしとかねてやばい。なんか体育祭の時にアップにしてたんですよ、一日、うん、そしたらなんかすごい赤、耳だけ赤くなって、顔は日焼け止め塗ってたんですけど、あ、耳塗った方がいいよ。今度から、うん、あ、そうなんだ。面白いね。こうやって